はい、4月の26日の金曜日午後5時27分になりました。はい、日銀の政策決定会合が昨日今日と行われて、植田総裁の記者会見、皆さんももうご覧になったでしょうか。私も見ておりましたが、一言で言うと、やはりその為替の質問がもう怒涛のように来てですね、これをなかなかこう、うまくこなすっていうのはなかなか難しいですよね。為替については日銀は基本的には言及しないという、大前提がある中で、日銀の、ノリを超えない範囲で、でも記者からの質問に今ギリギリ答えなきゃという気持ちが現れているような、会見ではありました。しかしながら、日銀が今日は動かないっていうのは、大方の、予想通りだったにもかかわらず、日銀が動かないという決定がなされてからですね、5番、株式も強烈に上がり、円安も進んだと。で、特に日銀の総裁の会見の最中にまたどんどん円安が進んで、156円の80銭超えまでね、行ったんですが、つい先ほど、あっという間に156円80銭台から156円の10銭をちょっと割れるところまで、156円ギリギリのところまで一気にですね、80銭ぐらい、瞬間的に円高になったんで、ひょっとしたら介入でも入ったのかなと一瞬思ったんですけれど、今のところ介入が入ったっていうニュースはなさそうですが、いずれにしてもですね、157円台今晩もし入るということになればですね、それこそもうどんどんこの勢いもついてきている、ボラも上がってきているっていうことで、いよいよ介入ということになるのかもしれませんね。そうなってくると日本はもうゴールデンウィークにもう実質明日から入るわけで、今日の相場が終わった段階でも日本は3連休ということですからね、もうどうにもならないわけなんですが、マーケットはですね、実は昨日の夜、ご存知の方も多いと思いますが、GDP の速報値が発表になった後にですね、1月から3月までのコア PCE が発表になって、これが前年に比べて 3.7% の、前期に比べてですね、年率換算で 3.7% 上昇したと。市場予想も 3.4 だったわけですけれども、3.7 だ、上がったっていうことで、GDP は弱かったけれども、インフレは進んでいると。つまり、景気が悪くなりながらインフレが続くという、一瞬ですね、スタグフレーション懸念的な、動きがあったと思われますね。したがって、ニューヨークダウもですね、瞬間的に安いところではですね、37,754 ドルっていうところまでありましたし、日経の先物もですね、それこそ、今日は最終的には306円高、日経平均上がったんですけれども、昨晩、その夜間取引ではですね、37,140 円とかですね、結構急落する局面があって、それはその、アメリカのこのスタグフレーション懸念的なですね、意味合いが、マーケットに広がって、不安感が、広がったというところにあったと思われます。しかしですね、アメリカのこの GDP が、予想よりかなり低かったことは、アメリカの景気がじゃあ落ちているのかというと、個人消費は 2.5% 伸びているので、決して悪くないわけですね。じゃあ何かというと、輸入がですね、やっぱり、かなり増えていたと。輸入が増えると GDP が落ちるので、その分落ちたということで、今回の GDP そんなに悪いわけでもない。それから GDP の速報値っていうのは、ご存知のように、確定値が出てくるとですね、ガラッとこう数字がこのところ変わったりもしていますね。雇用統計もそうですけれど、
まあ、そういうこともあるので、まあ、あまりその短絡的に動く必要はないのかなと、まあ、そんなふうに思っています。ただし今日の 1,3 月のコア PCE の 3.7% の上昇ということになると、今日今晩の日本時間9時半に発表になります3月の、まあ、PCE 個人消費支出物価指数もやはり強い数字が出るかもしれないなという連想は当然、まあ、働くわけですね。まあ、そういう意味からするとさらにアメリカの金利が上がってしまうということになるかもしれません。まあ、昨晩アメリカの10年債は 4.7374 ぐらいまで行きましたのでね、今日のアジア時間では先ほど終わったところでアメリカの債券ですね、アジア時間では 4.7 をちょっと割れたところになってましたね。今現在も動いています。米国債今 4.685 5時半現在というところですね。で2年債が 4.987 といったところです。まあ今日の9時半の発表になる個人消費支出物価指数 PC 次第ではさらなる金利の上昇っていうのがあるのかもしれないので、まあいずれにしてもですね、今日の GDP はちょっとドキッとさせられた人も多かったけれども、中身見てみるとそんなに弱い数字ではなかったと。ただ問題は、やはりアメリカのまあ個人消費はですね、やっぱり 20% ぐらいのまあ富裕層がですね、消費の金額ベースでは8割ぐらい占めてるっていうデータもあるようですので、まあ、結局、まあ、このところちょっと株が下がったとはいえ、やっぱりこの 1、2 年でアメリカのいわゆる富裕層の、まあ、いわゆる金融資産はですね、まあ、倍増してるような人がたくさんおられるわけで、そうなってくると、まあ、消費が強いのもうなずけると。しかしながら実際は 80% の富裕層でない人たちはかなり厳しくなってきているということで、まあ、金利を高いままに据え置くと弱いところにしわ寄せがいくと、こういうことはやっぱり考えなきゃいけないっていうところですね。そういうことからするとやっぱり FRB の金融政策の舵取りが、まあ、さらにさらに、まあ、難しくなってきているという感じがいたします。まあ、そういう意味で今日の、まあ、個人消費支出物価指数、まあ、注目されているのは当然のことですが、ますます注目されるということですね。で今日のまあ日銀の政策決定会合、結果として全く動かなかったわけですけれども、まあ、植田総裁の会見、相変わらず誠実にきちんと答えてはおられるんですけれども、まあ、今一つ、その、なんて言いますか、記者との、まあ、コミュニケーションがですね、まあ、噛み合ってないかのように聞こえるところもあったと。ただ、やっぱりその記者たちの質問聞いてると、円安が速攻で日本の物価に今日から反映するっていう、まあ、そんな風に思ってる人がやっぱり多いんで、まあ、ご存知のように為替が、まあ、いわゆる輸入物価に大きく影響していくっていうのはやっぱり3ヶ月とか半年ぐらいのこうズレが生じるわけですよね。で実際、まあ、3ヶ月前というか12月のまあ、終わりと1月の頭はもう忘れちゃいそうですが、為替は1ドル140円だったわけなんですね。それからまあ今日の記者の質問聞いていても、とにかくですね、日銀のここ 10年20年にわたるこの低金利の政策が間違っていたから円安になったんじゃないのかみたいなね、まあ、そんな質問をする記者もいてですね、これは実を言うと、まあ、記者のまあ勉強不足だなという気は実はするわけですね。なぜかというと、ちょっと長期の、まあ、チャートを見てみるとですね、そんなに前から円安になってたわけでは実はないわけでして、実際ですね、2021年ですね、2021年の頃にもですね、実は為替はですね、
の1月の頭の頃っていうのは、まあ今からたった3年ちょっと前ですよ。101円とか102円なんですね。ですから、その確かにこの3年間では大きく円安には確かになってるんだけれども、そんな何十年にわたってですね、ずっと円安にだったっていうわけではないんですよね。まあですからそういう意味からすると、購買力平価だとかいろいろ検討してみると、もう今は金利差だけで為替が動いているように言ってる人がもうほとんどなんだけど、何かのきっかけでこんなものはすぐに変わるわけなんですね。ですから、まあ私は毎回同じことを言って、結果としてずっと円安になってるので、なんだよって思ってらっしゃる方も多いと思うけれど、実はこのドル高円安っていうのは、もういつ終わってもおかしくないところに来ていると。これはもう本当に真剣にそう思ってるんですね。ですからやっぱりそのあたりも大きくやっぱりしっかり考えておかなきゃいけないし、やっぱり日銀にしても財務省にしても、まあ最も効果的に、まあ、ドル高を抑えられる局面でやろうということで、動いてると思いますので、まあ、おとといとか昨日も申し上げたように、まあ、120日の移動平均線がおそらく、これで150円ちょうどもう乗ってきたと思います。150円近くになってきたと思いますが、まあ、ワンショットで、まあ、5、6円の円高を、まあ、次元できるのであればですね、まあ、120日移動平均線のところまで、まあ、スッと持っていく、近くまで持っていくことができればですね、あっという間にヘッジファンドなんかが、ドル買い円売りポジションをひっくり返してくるっていう可能性は十分あるので、まあ、為替はあっという間に140円近くになってもおかしくない、と思ってます。まあ、ほとんどの人たちは140円もう円高にはならないと、もう買いには効かないと言っていますけれど、必ずしもそんなことはないというふうに思いますね。それから、まあ、円高になると株が下がるのかという話なんですが、日本株ですけども。まあ、このところは円安になっても日本株は上がってはいないということになれば、円高になるとですね、必ずしも、まあ、株が下がるとは、まあ、私は考えていないです。実際ですね、今年一番日経平均が高かったのはですね、皆さんご存知のように、3月の22日、のザラバの高値、4万1000飛び87円75銭というのがですね、今年の、まあ、日経平均の最高値なわけですけれども、じゃあその時の為替、3月22日の為替はいくらだったかというと、引け値で151円42銭なわけですね。つまり今の156円よりも5円円高でも日経平均は今よりですね、はるかに高い。まあ、今日の引け値が37,900円。まあ、ざっくり38,000円だとすればですね、為替は今より5円円高の時に日経平均は今より3000円以上上にあったってことも考えるとですね、ここから少々円高になったからといって、いっぺんに日経平均が下がるってことはないでしょうし、実際海外の投資家から見ればですね、少し為替が円高になってくれたらですね、持っている自分の、まあ、日本株の評価が、まあ、まあもちろんヘッジしてれば関係ないけども、ヘッジしてない投資家からしたらあんまり関係ないと、こういうことになるわけですね。まあいずれにしましても、日本がゴールデンウィークに入っていく中で、まあ、海外は、まあ、これから、それこそ5月の1日には FOMC もありますし、まずは今日の個人消費支出物価指数が注目されます。まあ、かなりボラタイルな相場になってくるでしょうけれども、まあ、日本株はですね、まあ、この休みの間、まあ、非常に心配に思う人も多いと思いますが、まあ、基本的には日本株、まあ、今たまたま今まで決算発表したところがやや調子悪くてですね、日経平均の一株利益が少し落ちてきているってこともあって株価はやや冴えない、まあ、今日は戻りましたけどね、ような状態になっていますけども、基本的に
5月を乗り切れれば6月からは大きく、まあ、戻していくと、こういう展開になるだろうというふうに考えています。 KIS というですね、オンラインによる投資のサロンの、まあ、メンバーとして私はアドバイザーをやっているわけですが、マーケットが1日終わった後の解説を私やっていたりとかですね、朝一番にですね、マーケットの状況と短期で勝負できる銘柄の、まあ、解説をやったりですね、投資の基本的なことを学べるコンテンツがずらりと並んでいたりとかですね、月額1万1000円ではいいサービスをですねやっているというふうに私はそう、まあ、思っていますが、気に入っていただいたらですね、 KIS のサロンの会員になっていただいたらどうかな、まあ、こんなふうにも考えていますので、皆様ぜひこちらの方もご利用いただければ嬉しく思います。Thank you.